こんばんは。なにしようかな。よこせ。お姉さんバラエイジさん金魚すくい MT07 さんバラユオツさんハートオンプありがとうございます。ティンプさんバラありがとうございます。1時間40分ぐらいかなできたらいいなと思っております。ぜひ来てください。ありがとうございます。ということで、ヨンミンさん、だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。アヌーワットさん、ハート、ありがとうございます。今日はみちょです。みちょお話しかいとるね。ありがとうございます。そうそうだそうだ、ツイッターとインスタでも言いましたが、ですね、ネモハモルーマーお話し会が決定いたしました。私は12月5日、2月19日、2月20日の3日間ですね。12月5日は5、6、7部でサイン会、サイン会、ワンショット会。2月19は7、8、9部でワンショットサイン会、サイン会で、2月28日は4、5、6部のサイン会、ワンショット会、ツーショット会です。ツーショット違う、サイン会がねめちゃめちゃあるんですよ。今回サイン会が需要が高かったのかな。なのでぜひ明日の18時からね受付が開始するらしいので、ぜひよろしくお願いします。テム研究さんハートありがとうございます。ティンプさんバラありがとうございます。お話し会ぜひゲットして会いに来てください。よろしくお願いします。多分結構なんて言うんだろう、前のお話し会から結構経ってるので、熊本かな前のお話し会は。でもそれ以降にねいろんなことがあったのでね、ぜひ来てください。多分私と直接お話ししたことがない方も結構いらっしゃると思うんですけど、ぜひゲットしてください。あ、待って、何しようかな。はじめまして、この前メンバー紹介のツイッターにリプありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。もうメンバー紹介をしてくださってるやつを見つけて、私のやつを、そう、私の回を見つけてね、勝手にいいねしましたありがとうございます。ぜひお話し会来てください。待ってるよ。前はあの熊本の前日とかだったから、確か4月30とかじゃなかったっけ。
フロントが5月1日とかだったから、確か記憶上では。で、茨城が4だから、4月30日ぐらいかな、が最後かなって思いますよ。よっこらしょ。ということで、夜中の人がお話し会ではなんかテレビ電話みたいな感じですね、イメージ的には。そう、メンバーとテレビ電話ができるみたいなイメージです。です。そう、テレビ電話のイメージですね。だからみんな結構ね、割ともうなんかテレビ電話みたいにたくさん話してくださるのでね、嬉しいでございます。本当もうメンバーとテレビ電話する、私とテレビ電話するみたいな感じで話していただいて大丈夫です。もう超でも結構ね、急にもうそろそろですって、もうそろそろですって出てすぐに切れちゃうんで、そう、もうお時間ですみたいなやつが出てすぐ切れちゃうんで、たくさん私と話してくださる方は割と余裕を持った時間を確保しておいた方がいいかもしれないって感じ。です。だから皆さんたくさん待ってます。ほんと時間配分ね、大変だよね。だからいつもよりちょっと多めのがいいかもね。割とみんな結構あれ急に来るんですよ。そう、みんな言ってるけど急に来るんですけど、順番待ちですってなってパンってすぐ来るから、みんなね結構スマホをいじってないとか結構リラックスした状態でホンホンって待ってて、で私パッて変わったのを多分気づいてない方もいらっしゃるので、ヤッホーヤッホーって言ってそうで、みんなおおみたいなみたいな時間があるので、お話し会握手会とかより一個多めに取っといた方が安心かも。そう、すぐ来るのよ。そうそう、だからすごい、そうそう、ゲームしてる方とかもいますよ。ヤッホー、ゲーム楽しんでるとか言ってで、おおみたいな、ごめん気づかなかったわみたいな感じで、そうそう、だからたくさん話せるようにたくさんゲットしてください。つながちょっと前メンバー側から見えてるんだっけ、いやうちらもねポンってつながる感じ、そうポンってつながるので、ちょっと皆さんたくさん話せるようにたくさんゲットしてください。ナスカルさん、ちなのがありがとうございます。ツイッターのメンバー紹介にいいねとリプありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そう、タイミング一緒だからね、ポンって現れてヤッホーって言わないとそうそうそう、気づかない人もたまにいますね。
そう、多分まだかと思いながらリラックスしちゃうんだろうね。そう、めちゃめちゃリラックスしていただいて結構なんですけど、そうそう、リラックスしてテレビ見てて、ヤッホー繋がってるよーみたいなことあるんでそうそう、あるのよ。ジロちゃんさん、ハート、カズトシ先生さん、だるま、トムトーさん、レインボーした、ありがとうございます。そう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 、ほんまに挨拶だけで終わっちゃう、あるあるあるんで、いつもより多めの時間を確保しといた方がいいかもですね。お話し会に限っては本当に、なんかプリクラみたいにあと10秒でつながるよみたいなあったらいいのね。ヤッホーヤッホーって終わりそうな気がしますね。もうそれはもうしっかりしっかり撮ってください。もうしっかりしっかり、なんだっけ、しっかりお話分をゲットしてください。ひじひろさん、ハートありがとうございます。佐藤やんさん、石広さん、ハート、梶原智弘さん、チンヤノ、ありがとうございます。何か弾こうかな。またあなたのこと考えてた。ギターちょっとやろう。やばいな。どこ行ったっけな。
移動するカップはね、移動するカップありますよ。そういただきました。ピック作れる場所とかあるのかな。あ、あるわ。かわいいし。あ、あるわ。すごい。ピックはですね、何個ぐらい持ってるっけな。でも大体もうでかい昔から使ってるやつあるんですけど、それです。それほぼそれしか使ってないです。そう、よく壊せ。あとはもう、ほら、あとはもうね、あとなんか硬い、やわいピック、普通のピック、なんか硬いピックみたいなやつをいただいて、それも持ってます。何弾こうかな。本当私よくなくさないね。全然今なくしてるんだけどさ、どっか行っちゃった。すぐなくなるよね。そう、まあでも大体どっかしら落ちてるからさ、そう、何人と出会えるんだろう、一生の間に夢を語り合えるんだ。ビッグ最近ね使わないんですよね。なんかラミついてなんか来て似顔絵とか描いてくるの？似顔絵もたまに描きますね。うん。似顔絵もたまに描きますよ。たまにね、全部には描けないけど。そう。
前回は書いたかな、確か書いた気がする。エイト君は秒で書けますよ、書いてって、まあ、大体書いて、おつつつつつつつ、割と書きますね、エイト君。ちょっとキーが高いのでね、あんまり歌えないんだな。ティンプさんからありがとうございます。ひまわりはひまわり、そこしか知らないな。ひまわりはしか知らないな。風に永遠より続くようにだっけ。ティンプさんバラありがとうございます。あ、セカオワの世界観ジャンパクの永遠より、
なこと、ありふれた毎日が今の僕の宝物さ。穏やかに流れてゆく日々が幸せのすべてだよ。ピロリンさん、レインボースター、ジロちゃんさん、音符ありがとうございます。ティンプさん、バラありがとうございます。セカオワさんは、なんか、あれのイメージ。アドナイン。アドナインの音のイメージ。チロちゃんさん、音符ありがとうございます。なんかアドナインの音だよ。なんかとかこうエモい音ですよね、コードが。ちょっと待ってくださいね。今ちょっと広告中なんですよ。
して。ティンプさん、バラありがとうございます。音符もありがとうございます。岩瀬さん、ハートありがとうございます。ありがとう。ナナナナさん、レインボースターありがとうございます。初見最新さん、アルビンダルンクさん、
初期ありがとうございます。あと何だったっけ、ジュダさん貝殻ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あれだ、タンポポの決心だ。こんなとこにいた？タンポポって書いてあった気がする、さっき。わ、懐かしい。ゆきたんさん貝殻ありがとうございます。
こいしょよっこいしょということを言って、パラララ、スターティンプさん音符ありがとうございます。
ちゃーちゃーるたた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 で、これで終わりかな。全部引いたかな。イタルさん、チンアナゴ、ありがとうございます。あ、ラブシオ引いたことないな。そうやめよう、あ、引けるわ。引けるかな。ティンプさん、バラありがとうございます。ちさとさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。アヌワットさん、オヌワットさん、アヌワットさん、音符モグさん、タコありがとうございます。ダルマもありがとうございます。ダルマ、ダルマ、あ、そう、昨日実は髪切っ、昨日じゃない、おとといか、前髪を切ったんです。気づいた方いるかな。
いい匂いするね。すごく香水の香りする。ちょっとだけ聞いたんですよね。実はちょっとだけ聞いたんです。そう、自分で前髪はね切れるんです。自分で前髪だけに美容室行くのはアホらしいじゃないですか。なんか個人的な意見ですけど、すごい前髪にこだわってる人はね、すごいもう前髪だけでも行きたいって思うかもだけど、私前髪だけに行ける労力ないわ。だからすごいと思う、前髪だけ行く人は。で自分で切りますね。大体慣れてきて、すんごい上達したんですよ、前髪切るの。そう、自分のお好みにできるようになった。でほんとちょっとですね、ほんとちょっと。しかもいつも巻いてこの長さに来てるからしてるからさ、多分全然わかんないと思う。公園の前は、公園の前はね、あの美容師さんの資格を持っ、なんだっけ、美容師さんの資格だっけかなんかを持ってる方は切れるみたいなやつがあるんですけど、そうそう、切ってくださる方、お願いします、お願いしたいですって言ったら、あ、全然いいよって言って切ってくださる方がいるんですよ。そうで、みんなお願いするっていう話かな、多分。うん、でも常にいるわけじゃないので、その方が公演担当だった時にみんな来てくださいって行きました。何味のみちょ、これはマスカットだけど、これに鉄分を取りたいので、私はだからなんだっけ、プルーンジュースを混ぜてます。ちょっと私プルーン単体では無理だったみたいでそう、プルーン単体ではちょっと無理でしたので、そうだからいつもオレンジに入れて飲んだり、オレンジジュースに入れて飲んだり、みちょのこのマスカットにねプルーン入れてこの色になっちゃうんですけど、マスカットにこのプルーンジュースをちょっと入れて飲みますね。鉄分を取る方法ないかな。なんかサプリメントとかのがいい、直で取れるのかな。紙パックのみちょとかあるの？サイレントニームーンさん、ハートありがとうございます。そうそう。鉄分のねサプリメントとかいいよね。あー、紙パックの ちっちゃいやつ、あの豆乳のワンパックサイズみたいな感じのやつかな。あれは結構ね味がすごい個性的な味だよね。確かジャスミンティー&アップルみたいな、カモミールティー&ストロベリーみたいな、すごい美味しそうな味あるなーって前から思ってました。そう、挑戦したことはないけど、カモミールティーはちょっとね、私苦みが、砂糖入れればいいんですけど、まだお子ちゃまみたいです。まだちょっと早いらしいです。はい、ちょっと苦かったカモミールティー、ちょっと挑戦したけど、前
食で取れるの、そうだからね、カツオとかね、結構カツオのたたきとかを食べたりするんですけど、さあところで美味しいのみちょ、みちょはねめっちゃもうジュースみたいな感じ、これはマスカットなんですけど、うん、4分の1入れて、でそこにちょっとプルーンジュースもちょっと足して飲みます、そうっていう割ってる感じだから、プルーンとみちょを炭酸で割ってます。ハーフくんさん、チン75ありがとうございます。そう、鉄のフライパンで欲しいんですよね。鉄のフライパンってでも IH じゃ無理じゃない？ IH なんですよ、うち使えるのかな、鉄の、なんかあんまり見たことないイメージ、鉄ので使えるやつ。パインのみちょね、なんか、なんだったっけな、なんかね、桃？桃も結構美味しいって書いてあった。で、桃はなんか甘いなみたいな意見もあったけど、そう、結構でもネットの意見いっぱい溢れてるんでね、ネットの意見で結構決めたりしますけど、そう、鉄のフライパンはね、管理が超大変なんですよ。まずね、もう洗って乾かした後に、あのお手入れ、なんかしなきゃ、ね、油敷かなきゃいかないんでね、あるよね、なんかそうあるからちょっと苦手だな、ちゃんとね、ちゃんとできるのか心配、ちゃんとさ、なんかすぐ錆びそう、ちゃんとお手入れしないとね。けど鉄のフライパン欲しいんですよ、ね、あとね、あのなんかドラえもんかなんかのキャラクターをが鉄でできたら、鉄でできたから、あ、ちょっとなんか鉄の塊みたいなのキャラクターのやつをね、ポンって入れるだけで鉄分が取れるよみたいなやつあるんですよ、今すごいよね。そうそう、なんか鉄のフライパンじゃないけど、そこ入れたら鉄分が取れるよみたいなやつをね、 TikTok で確かヨミンさん、だるまありがとうございます。洗剤使わなければいいだけだよ。あー、私もう洗剤使ってすっきりきれいにしたいタイプだから、もう向いてないかもしれない向いてないかもしれないな。でもそう、鉄分を取りたいんですよね。食物繊維はね結構取れてるんですよ。タンパク質取りたいね。お話から初めて取ろうと思ってます。ぜひ来てください、お願いします。待ってます。中華鍋は暑いで大変で1年持たなかった。中華鍋は大変そう、あれは大変そう。さあラスト、お茶を飲めばいいね。あー、なるほど、あれだわ、電子ポットがさ便利じゃん、やっぱ電子ポットにしちゃうよね。そう、ティファール系はもう便利で使っちゃうよね、さすがにね。だからそのなんか鉄のさ入れるやつ入れればいいんじゃない、そこにぶっ込めばいける気がする、知らんけど。
やっぱティファールだよね、間違いない。なんかなんやかんややっぱり楽な方を選ぶよね、みんな。だってあれはさ、だってスイッチを押すだけでお湯沸くんだよ。そりゃ使うよね、みんな。そりゃみんな使うよ。で、保温もできちゃったりするし、ものによっては。石広さん、音符つむじかでさん、音符ありがとうございます。南部南部鉄瓶、なんか鉄分取れるキャンディーとか欲しいよね。ありそうだけど、まあ、世の中何でもありますからね。ありそうだけども。園長さん、園長さん、レインボースター、ココさん、パチパチスタンプありがとうございます。明日がいい日になりますように。 Have a good day. Have a good tomorrow.T シャツかわいい。これはシンプソンズ。鉄瓶。南部鉄瓶って何？ああ。なるほどね。あ、そう。南部鉄器、鉄。なんて読むんだろう。なんかこういう鉄の塊があるんですよ、キャラクターの。熊の学校やな、これ。南部鉄鉄球、南部鉄キュース、キュース、キュースあるんだね。か、鉄器、キュース、キュース、すごい素敵なやついっぱいありますよ。なるほどね、こういうの使っちゃえばって話ね。あ、重いんだ。
いいですね。欲しいな。合成化されたまろやかな発なんだっけ、白湯を飲みたい方、まろやかなお湯でお茶や抹茶コーヒーを楽しみたい方、少しでも鉄分を摂取したい方、いっぱい書いてある。いいですね。やっぱいいものを 長く使う派の私としては。しかもね、あ、秋に2020年の秋にね、新発売されたやつ IH も対応してるらしい。すごくない？欲しいわ普通に。 IH に対応してんのやばいね。 13,200円、なんか不思議な形、あ、対応できるようにこんな形になってんだね。すごい。さあ、南部鉄瓶、いいですね。ぜひ皆さん急須のコップとかぜひ有田焼きを。有田焼きはねすごい素敵なので。さあ、有田焼き出てきたらおおやるやんって思うよね。普通にさ、人の家とかに結構でも友達のお家とか行くとね、来客用で置いてるお家が多いですね、佐賀県。多分割と来客用でね、有田焼きのなんかティーセットみたいなやつ、あれをね置いてるご家庭も多いですね。さあ、ランキングを見ます。13位大木真代さん、ありがとうございます。12位ジュダさん、ミスさんのありがとうございます。11位ユーアトさん、ありがとうございます。10位エンチョさん、ありがとうございます。9位ケンジさん、ありがとうございます。8位ツーリンダルマさん、ありがとうございます。7位ピロリンさん、ミサノマ、ありがとうございます。6位ティンプさん、ありがとうございます。5位アヌネさん、ミサが最高、ありがとうございます。4位つむじかぜさん、ありがとうございます。3位イタルさん、ありがとうございます。2位レザさん、ありがとうございます。1位ココさん、ありがとうございます。ということで本日もお疲れ様でした。5943人の皆さん、本当にありがとうございました。これにて終了いたします。それではまた明日。 Have a nice day. Have a good tomorrow. Bye bye. 안녕.